皆さんどうもこんにちは、ちやまです。ちやまのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。バージョン 1.19 ワイルドアップデートがね、いよいよやってくるということで、前回ですね、ウォーデン討伐計画というのを、スタートしていきました。でですね、まあ、どうやらね、ウォーデンがめちゃくちゃ強いという噂を耳にしまして、もしかしたら全ロスするんじゃないかと、いうところもありまして、こちらの方でですね、鍛冶屋さんを作って、まあ、仮に全ロスしたとしても、いつでもね、すぐ復活できるようにということで、こういう形でですね、建築をスタートさせていきました。そしてですね、前回はこの土台を作ってというところで終わったんですけども、今回はいよいよですね、武器鍛冶屋さんをね、一軒建てていきたいなと思います。ということで、本日もやっていきましょう。ちやまのマインクラフト2022。さあ、ということで、こういう形でね、建築をしていきたいなと思っているんですけども、今回久々の、スティーブに来ていただいて、ここからね、建築の様子、スティーブ視点も合わせてご覧いただきたいなと思います。ということで、やっていきましょう。久しぶりやけど、頼むで、スティーブ。任せてということで、建築の方ねやっていきたいなと思っているんですけども、まずはねこちら頭皮の原木を使って柱をねまず入れていきたいと思います。ということで、こういう形で柱をね入れることができたんですけども、今回はねこの柱をこれ、ね、剥いてこういう形の色でちょっと建築の柱にしていきたいと思います。こう上手い人ってよくこういう原木のね柱向いてやってる方結構いっぱいいらっしゃるんですけど、僕ちょっとあんまりこう使い慣れてなかったもんで、そんなにね使ったことなかったんですけど、今回ねこのこういった柱を使って作っていきたいと思います。 OK。 さあ続いてですね、1階部分の壁をじゃあね白のコンクリートを使ってこういう形で入れていって、間をですねこのガラスで入れて壁を作っていきたいと思います。OK。 ということで、こういう形で1階部分のね壁が完成しました。で続いてですね、この柱の部分に階段をね上下にこういう形で階段を設置していきます。ではですね、続いてこちらね2階部分の柱を入れていきたいと思います。はい、ということでね、こういう形で2階部分の柱をこのね階段設置した場所に、設置していきまして、こういう形で今度は2階部分の壁を作っていきたいと思います。はい、ということで、こういう形で2階部分のね、壁が完成しました。これでね、1階部分は、まぁちょっとね、こう、凹凸感あんまないんですけど、2階部分でこう柱を1個手前に出すことで、なんかね、こう動きがあって、面白い作りになってるんじゃないかなというところで、あと壁はね、まあ、階段であったり、ちょっと色変えたりとか、しつつガラスも入れて窓を作ってという形で、こういうね、装飾をしていきました。ちやまのマインクラフト2022。ということで、最後はですね、いよいよこの天井部分ね、屋根を作っていきたいと思います。
はい、ということでこういう形で天井が完成しました。ちょっとねこの建物自体というか建物だけやとなんとなくね何屋さんかちょっと分かりにくいかなということで、こういう形で、まあ、剣っぽいね、モニュメントというか、そういうのを屋根にぶち刺しまして、ここは武器鍛冶やろっていうのが、分かるかなというところで、こういう形でね作っていきました。ただですねこういう形のドット絵じゃないですけど、こういうのってあんま作ったことなかったんで、なんかうまくいっているのかどうかっていうのがねちょっと不安というかちょっとわからないところはあったりするんですけど、まあね一応剣というつもりでね作ったんでよろしくお願いいたします。 G 山のマインクラフト2022。さあということで、外観がね一応形としてできたということで、今度は、内装の方をねやっていきたいと思います。ということでいきましょう。はい、ということで内装の方が完成いたしました。はい、ということで、こういう形でね外からね一応なんかこう武器売ってますよ感みたいな感じ出すために防具盾も置いてですね、こうショーケース的な、見せ方といいますか、そういう形でねここ飾っていったりとか、あとねちょっとまあトーチね後ろ見えてるのが、まあ、若干気に入らないところあったりするんですけど、なんとなくこうブティック的なイメージと言いますかね、まあ、武器屋さんなんであんまねこういうおしゃれな置き方ってあんましないかもしれないですけども、まあいいかなと思って、ここにねこういう感じで、まあ、武器を並べていけばかなりおしゃれな感じに選べるんじゃないかというところで、こういう形で設置してきました。そしてここはですね武器鍛冶屋さんを実際ここに配置しまして、ここで実際武器とねエメラルドを攻撃できるようにということで、こういう形でスペースを作っておきました。G 山のマインクラフト2022。はい、ということでこういう形で外装と内装がね一応形としてできたので、あとはねこの周りであったりとかもうちょっとね、装飾を付け加えていきたいと思います。それではいきましょう。G 山のマインクラフト2022。はい、ということでこういう形で武器鍛冶屋さん完成しました。いやー、それにしてもちょっとね最後ここのね巨木作りというかちょうどいいねなんかサイズ感の巨木ができなかったということで、一旦ね
この形で最後を締めているんですけども、もしかしたら収録外でねいろいろ修正したりするかもしれないですけども、一旦この形で、完成としたいと思います。でね、あとここねまだ全然こう道としてねつながってないんで、今のところねちょっとちゃんとは通れないんですけども、ここはですねまた、次回武器鍛冶屋さんをね、入れていきたいなと思ってるんですけども、村人育てつつ、ここのねちゃんと通れるように道整備もねしていきたいと思います。まあね、なかなかいい形で武器鍛冶屋さんとして建築できたんじゃないかなと思っておりますので、一個一個のね、装飾の仕方であったりとか、もしね、よかったなと思ったらぜひね作り方も参考にしていただければなと思います。ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。今度がねよかったよとか、作り方参考になったよとか思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。